船橋アンデルセン公園は、千葉県船橋市にある、総合公園である。トリップアドバイザーの、トラベラーズチョイス世界の人気観光スポット2015のテーマパーク部門にて、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーに次ぐ日本国内3位。年間来場者数は、約90万人。名所として、暴走の魅力500選に選定されている。 船橋市の市制50周年を記念し、1987年11月15日に、ワンパク王国として開園した。開園当初から、公立の公園としては珍しく、友の会を持つなど、集客面でも工夫を図り、開園1年で、約33万人が入園者を集めた。船橋市の平和都市宣言記念シンボル像として、 入口付近に、1988年10月15日に、岡本太郎作の、平和を呼ぶ像を除幕。柳瀬隆氏の協力を得て、1990年9月2日に、アンパンマンの銅像を除幕など、銅像の混流を進めた。また、1990年7月に宇天人にも、楽しめるようにドームを開設し、 同年9月30日にミニ SL の運行を開始、1992年11月に長さ50メートルの巨大な滑り台を開設など、娯楽設備の拡充も進めた。この他、1989年2月に昔行われていた古い遊びを集めた図鑑を発行し、同年7月には身近にいる虫についてまとめた。 昆虫図鑑を発行するなど子供たちが日常、生活で楽しめる、身近なものについての本も出版した。1989年7月31日に50万人目の、入園者が、来園。1991年5月26日に100万人目の、入園者が、来園。1994年11月3日に200万人目の、入園者が来園と集客を伸ばし、 自然と触れ合いながら楽しめる公園と評されるようになった。船橋市は1989年4月6日にデンマークのオーデンセ取と姉妹都市提刑を調印し、1992年7月29日に姉妹都市提刑3周年を記念した記念碑を除幕した。それを受けて、1993年にワンパク王国隣接地に、 子供美術館やオーデンセ市の出身である童話作家、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの童話の世界を具現化した施設を整備し、アンデルセン公園を開設することになった。1994年10月20日に起工式を行って建設に着手し、オーデンセ市の姉妹都市が全面協力で19世紀のデンマークを再現するように工事が行われた。 1996年10月25日に船橋アンデルセン公演として深層開演した。開演に際しては日本人で初となる本場デンマーク認定の風車守りがいる本格的なデンマーク式風車で小麦粉をひいてパンを作るなどなどデンマークの田園風景が忠実に再現された。1998年10月24日に アンデルセン童話館を開館し、初版本を含めて、約1300冊の蔵書を揃えて、アンデルセンの世界を味わえるようになった。こうした、公演運営がアンデルセンを広めたと、評価されて、2000年4月に、オーデンセン市から、船橋市に、アンデルセン賞が授与され、同年末には、オーデンセン市から、船橋市に記念に、 ブロンズ像が寄贈された。それを受けて、アンデルセン賞受賞記念のブロンズ像が登園前に設置されて2001年2月10日に除幕された。1999年8月15日に、船橋アンデルセン公園としての新総会園後0 0万人目の入園者が来園。2002年には陶器に半額とする季節割引を導入したのを皮切りに、 年間パスポート券発売を行うなど入場料を弾力化することで集客力を強化。同年6月3日に船橋アンデルセン公園としての新総開演後200万人目の入園者が来園した。2003年10月に千葉県内発となる公共のドッグランを開設したほか、2007年10月に全国都市緑化船橋フェアを開催するなど、 デンマークやアンデルセン以外の遊客施設やイベント開催も進めた。その結果、2010年5月23日に船橋アンデルセン公園としての新総開園後600万人目の入園者が来園した。2011年1月には花の白ゾーンの造成を開始して公園の再拡張を開始し、同年8月19日にはキッズガーデンなどを含む 花の白ゾーンを解説したが、同年10月13日には、東日本大震災の影響で発生した、福島第一原子力発電所の事故に関連して55、マイクロシーベルトの放射線量が測定され、立ち入り禁止が取られて、除染の後に安全性が確認され再開。2014年1月19日に、船橋アンデル船公園としての新総会延後800万人目の、 入園者が来園。2015年8月2日に船橋アンデルセン公園としての新総開園後900万人目の入園者が来園した。2015年7月にトリップアドバイザーのトラベラーズチョイス世界の人気観光スポット2015のテーマパーク部門で東京ディズニーランド、東京ディズニーシーに次ぐ日本国内3位。2015年。 アジアの人気テーマパークでも10位にとなり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを上回った。そのは5ゾーンからなる。以下の施設、遊び場、オブジェを含む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 。含む2011年1月には、花の白ゾーンの造成を開始。以下の施設、遊び場、 オブジェを含む。園内はバリアフリー化されており、設備的には段差や傾斜などがほぼ解消され、車椅子での利用が十分に配慮されている。成田国際空港より車で約1時間、東京国際空港より車で約1時間30分。ありがとうございます。